はい、チャット GPT 無料版カスタムインストラクション、初心者ガイドおすすめの使い方についてご説明します。はい、こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、ちょっとチャット GPT の無料版のカスタムインストラクションについてでちょっとこう話していこうかなというふうに思います。はい、今回の内容です。はじめにっていうのと、無料版の基本的な設定ですね、インストラクションので、おすすめの設定というのと応用とまとめみたいな感じになります。で、はじめにです。で、今回の内容なんですけれども、チャット GPT の無料版ということを想定しております。なので、GTP3.5 を利用した形のものになります。で、本当にちょっと基本だけのお話になりますんでね、なんかちょっと応用編とかなんかそんな感じで思ってらっしゃる方はちょっと違うかなって思いますんで、本当初心者の方ご覧ください。で、そうでない方は、そっと、閉じてください。はい。無料版の基本的な設定の仕方についてちょっとご説明します。意外とね、皆さんちょっとね、知られてないのかなと思ってて、2つ、上と下とって分かれてると思うんですね。で、これの上の部分と下の部分っていうのが、どのような形で入れていくのかっていうところを、ちょっと前提にお話ししようかなというふうに思います。まず1つ目の上の方が、チャット GPT に知っておいてほしい前提の条件を入れるっていうのが基本的な形になると思います。で、下がですね、どのような応答をしてほしいのかっていうところを入れるわけなんですね。例えば上の部分ですね、はい、私はスキルを向上させることを目指している初級レベルの JavaScript エンジニアですとかですね、私は中学3年生の、数学教師です、新しい教材を開発するためのアイデアを探しているとかね、私はブロガーです、副業スキルを紹介する記事のアイデアを考えていますとかですね、あなたは優秀なエンジニアです、エラーを解決するためのアドバイスをしてくださいとかですね、まあ、ここで言えることっていうのは、私はこういうことを考えてこういう人ですよとか、あなたはこういうふうな形でこういうふうなことを振る舞ってほしいんですとかですね、まあ、主にですね、人物像をここに入れるといいのかなというふうに思います。で、よくよく、まあ、自分自身が、まあ、こういう形のことをしたいんですよ、こういう人なんでこういうことをしたいんですよ、あなたはこういう人なんでこういうことで答えてください、手伝ってくださいとかですね、まあ、そんな感じで上の部分はその人がどうしたいのかみたいな感じで考えていただいていいのかなというふうに思います。で、それに対してですね、下の部分ってどういうふうな形なのかっていうと、まあ、可能な限り簡潔にかつ、明確な回答をお願いしますとかですね、中学生に説明するように難しい言葉を使わずに回答してくださいとかですね、複雑なトピックスを詳細に、説明してほしいですとかですね、専門的な用語を使い高度なトピックスについて掘り下げてほしいですとかですね、まあ、ここではその回答に対するどういう感じでっていうことを与えるわけなんですね。まあ、よくプロンプトでもやりがちな感じなんですけど、まあ、小学生でも分かるような回答でお願いしますとかですね、箇条書きで分かりやすくしてくださいとかですね、で、回答に関しては何文字以内でお願いしますとかですね、まあ、そういった形でここでは、まあ、回答する場合のその振る舞いで、こういう感じでっていうことを入れるといいっていうことなんですね。なので、まあ、上の部分は人物、下の部分は行動みたいな感じで考えていただいてもいいのかなっていうふうに思います。まあ、ざっくりね、その切り分け自体になるところがちょっと曖昧な部分もあるんですけど、まあ、結局ですね、皆さんテスト的にこうプロンプトを上に書いてらっしゃるやつを分割して毎回使うんだったらこっちに入れましょうねみたいな感じで使う内容なんで、まあ、この辺はとりあえず、まあ、上は人物像、あなたはこういう人、私はこういう人、で、下は行動ですね、こういう風にしてね、こんな感じでこうこうこうみたいな感じで覚えておいてください。はい、ちなみにですね、ちょっとね、おすすめの設定の仕方っていうのをちょっとここでお話しようかなというふうに思います。
まあ先ほどもお伝えした通りなんですけどね、上の部分はですね、どちらかというと、あなたは丸々的な何々です、私は何々を目的とする何々をしたいみたいな、要はあなたはこういう人でこういうことに長けてますとか、まあ答える人の人物像を設定するんですね。でその後で自分も教えないとダメなんで、私はこういうことを目的としてこういうことをしたい人ですっていう感じで入れると。でこれで、まあ、両方とも人物像が設定できましたっていう感じになります。で下の部分はですね、〇〇をするために何々してくださいっていうことなんですね。だから自分が、まあ、上に目的も書いてるんで、まあ、ここにいちいち書かなくてもいいんですけど、例えばこうこうこういうことをしたいのでこういうことをしてくださいってまずざっくり書くんですね。でその後でここがポイントなんですね、まあ、回答は書式の通りに出力してくださいとかって言って書式をここで設定する。で書式の書き方とかはですね、まあ、プロンプトエンジニアリングの、まあ、説明してる僕の動画もありますし、よそでもあると思うんで、まあ、ちょっと書き方はちょっとね、そこで学んでいただいて、で書く方法をここで出力、まあ、これで統一化するっていうところもあるんで、まあ、ここは設定していく方がいいかなというふうに思います。でいちいち説明しよるじゃないですか、チャット GPT、 これいらんねんって思うところもあるんで、例えば出力時に説明は不要ですってくっつけておくとかですね、まあこんな感じで、やり取りをしますっていう前提条件として、まあ、カスタムインストラクションの方に入れておくっていうのが、すごいおすすめの方法かなっていうふうに思いますので、ぜひちょっと一回ね試してみてください。はい、でですね、まあそんな感じで、まあ、カスタムインストラクションいろいろ設定して、ああでもないこうでもないってやって、よしできたってなった場合に、ちょっとね不便なことがあって、そこで応用編としてねおすすめの方法があります。でそれが何かと言いますとですね、拡張機能として、チャット GPT カスタムインストラクションマネージャーというものがあるんですね。これは Chrome に、プラグインとして、まあ、拡張機能としてインストールして使うやつなんですけど、なんと Chrome に入れるとですね、この、まあ、カスタムインストラクションを管理できて、例えば今回はこういう小学生でも分かるような感じの設定とかですね、今回はブログを書くための設定とかですね、今回は報告書を作るための設定とかですね、それ切り替えれるんですね。なんで毎回毎回、インストラクションに入れなくても、これで入れて切り替えるだけで使えちゃうってめちゃくちゃ便利なやつがあるんで、これもしよかったら使ってもらったらいいかなっていうふうに思います。まあ、ちなみにですね、こちらの方の動画でももっと詳しくお伝えしてますんで、そちらご覧いただければもっとより詳しくやり方がわかると思うので、ぜひご参考にご覧ください。はい。今回ちょっとね、簡単な感じなんですけど、こんな感じで、お伝えさせていただきました。もしですね、もっとね、詳しく知りたいとかね、実践的な形のものを見たいという方は、ぜひコメントください。動画作ろうと思います。はい。こんな感じでですね、皆様のビジネスを応援するための、動画365日毎日投稿しております。よかったらまた見てください。ありがとうございました。